こんにちは。先日行われました、室内の日本選手権の結果とか、今回の冬季練習の今回、先日行われました室内の日本選手権の結果の報告をしたいと思います。はい、あと2021年の冬季どういった目標でやってたとか、これからの、アウトドアのシーズンに向けての目標も話していけたらいいなと思います。はい、お願いします。せーの結果なんですけど、 A 決勝の7位でした。はい、記録は予選が7秒50、決勝が7秒52でした。前回出た 60m より少し下がってしまったんですけど、だいたいしたいなとか、こうやって走りたいなって思ったことはできたので、良かったのかなと思います。今年の冬季練習は去年の冬季練習をベースにして、ちょっと本数増やしたりとか、セット走とか坂の日とか、ちょっと曜日でいつも決めてるんですけど、そういったベースは変えずに、ちょっと本数を増やしたりとか、アップでやってるホッピングの2ハードの台数を少し増やしたりとかして、レベルアップした冬季練習にしようって話し合って、そういった練習に取り組んできました。前回の冬もだったんですけど、雪がいっぱい降るっていうことで、外の競技場が、使えないことがやっぱ今年も多かったので、福井のサブトラックに室内があるんですけど、そこでできるようなことを、考えてできたので、結構冬の練習は、外が使えないなりには工夫してできたんじゃないかなと思います。工夫してた点としては、走りの中で後半の走りをもう少し伸ばしていきたいなっていうのを前のシーズンの振り返りをした時に思ってたので、しんどい距離を走った時に、後半力まないこと、肩とかが上がっちゃうんですけどとか、設置するタイミングとか力を加えるタイミングを考えて走るっていうことを意識してきました。室内の結果なんですけど、60m なので、やっぱりこれから始まっていく 100m につながっていけばいいなと思って走ったので、私はスタートが結構苦手な方なので、得意な選手もたくさん出場されてたので、その人たちにあまり大きく離されずに、後半うまく加速がつながるような形でゴールができたらいいなと思って走ったので、少し加速の部分でここちょっと伸びてきたなっていう思えた部分がレースの中でもあったので、そこは良かったのかなと思います。はい、なのでこれからの 100m とかにしっかりつながることができるんじゃないかなと思ったレースでした。この動画が多分上がってる日は、4月2日の土曜日だと思うんですけど、その日が 100m の、私の初戦で福井で行われる記録会なんですけど、それに 100m に出場しています。で、来週4月の9、12、北陸実業団が新潟で行われるので、そこで私は 100m と 200m に、出場を予定しています。なので、応援よろしくお願いします。これからシーズンが始まっていくんですけど、応援がすごい励みになるので、今年もよろしくお願いします。はい、終わります。